ちのと、あ、痛い。また冒険に出発。闇の魔術に関わることは全て避けるべきだ。あれ、サラザール・スリザリンにはリスクを犯す価値がある。何、闇の術。そうは思わない。悪いけどこれ以上議論の余地はない。僕は諦めない。おい、先生はどうした。闇のって聞いたか。闇の魔術に。何を話してたの、オミニスト。おかしなこと言ってたぜ。サラザール・スリザリンはホグワーツに秘密の書斎を持ってたみたいだ。闇の魔術で使われるものだから関わりたくないってさ。僕はアンのことを念押しした。書斎に答えがあるんじゃないか。秘密の部屋ありましたよ。闇の魔術いいですね。闇の魔術には興味を惹かれるな。いいですね。闇の魔術は知られてるより奥深い。ゴーントが詳しいぜ。そうなんだ。他の誰より。でも僕たちだけの秘密だぜ。了解。オミニスは両親から闇の魔術を学んだんだ。いいな。君は貼り付けの呪文に詳しいか。来たー、クルシオ来た。詳しいか、これ知らないにした方がいいのかな。え、どっちにしよう、これ。え、まだわかんねえ。でも知らないふりしとくか、とりあえず。え、何って言うとくか。貼り付けの呪文の効果ってクルシオ、拷問の呪文とも言われてる。やばいかも、やばいかも。強烈な耐えがたい痛みを与えるんだ。彼の家族は遊び半分でその呪文をマグルにかけてたみたいなんだ。犠牲者の悲鳴が耳について離れないって、オミニスは言ってたよ。みんな、二度目の強要では僕だよ、ギャレスだよ。うるせえ、ちょっといい。クルーシー覚えたらお前に一番先にかけてやるからな。てかセバスからさ教えてもらうんだ。まあでも確かに先生は教えられないか、さすがに。クルシオ来た。来た。スリザリンの談話室、闇の魔術に関わらせていただきます。セバス、会いに来たよ。先生、上でした。来てくれたか、よかったぜ。セバスちゃん、こっち。よしよし、こいつの手が動いたわ。ついてこい、ペコーラが守ってやるペコだから。ここがヘビ語喋ればええか。ヘビ語シャーシャー。アクセオ、許してくれ。こんなことするなんて。オミニス、ドア開けてんじゃん。やった、オミニス、あなたの力は本当に貴重だね。ここらも本当できるんですけどね。今回はオミニスにいいところを。なんだかまずそうだ。うわ、また閉じ込められたみたいだな。クレッシャー、クレッシャー、クレッシャー。僕たち次第だ。え、教えてもらえて。君にクルーシオを教えてもいいし、僕が君に唱えてもいい。僕が君に唱えてもいい。え、クルーシオのかけ方を知ってるなんて聞いてないよ。自信が持てなかったからだ。オミニスも分かってて僕たちを追い込んだ。ノクチュア・ゴーンとの二の舞はごめんだ。必要なら多分唱えられるさ。分かった、貼り付けの呪文覚えたくはない。貼り付けの呪文を覚えたい。でも私にかけて。貼り付けの呪文を教えてくれたらあなたにかける。待って、でもこれ、ちょっと待って、でも、レオさん、これさ、多分この一番上はありえないの。だって覚えたいから、覚えたいから。これは絶対なくて、けどここで言ってみるわ。ペコちゃんにかけて。呪文は覚えたいけどあなたに使いたくないな。あなたが私にかけて。バカかよお前。このことは忘れない。お前マジ裏切んなよ、マジで。やだ、いいよ。やるからな、覚えとけ。俺が前に言ったことは本気だ。みんな今ここでもう二度と闇の魔術に関わらないと誓ってくれ、お願いだ。ごめん、それは無理。これからインペリオ、そしてアバタケタブラまでしっかり教えてもらうから。よ
良かったと思う。ごめんね、マジで無理だから。やっほー、うわー、闇の魔術。早くやりたいなぁ、アバタケ早く。